2っていうか、西山チャンネルライトゲーム編よっということで、よいしょ、始まりました、西山チャンネル、はい、石黒さんコラボ第5弾ということで、5弾ですね、ありがとうございます。ありがとうございます、今日は、ひまか島、愛知県のね、ひまか島に来ております。来てます。今日ライトゲームということで、はい、強力な大助っ人を、はい、お呼びしております。お呼びします。どうぞ。取れてる。あ、取れてます。どうもこんにちは。こんにちは。いやー、呼ばれてきちゃいましたね。ディオール萩原です。どうも。アジンゴおじさんですね。そうですよ。アジおじさんね。アジおじ。気をつけて。アジおじですね。アジおじ。あの有名な。ありがとうございます。今日は。今回はまあライトゲームってことを呼ばれたこのライトゲームパラダイス、はい、ひまか島にようこそ。ありがとうございます。パラダイスなんですね。パラダイスですよ。時期が良ければね。なんで今回この時期なのっていう感じのね時期ですけどね。一番ダメな時期ですか。そう、ちょっとね。あら、もうちょっと暖かくなるといいかもしれない。ゴールデンウィーク過ぎぐらいからルンルンから。じゃあもうこの動画上がる頃には。あ、いいかもしれない。です。そうですよ。そのための動画。そのための動画ですね。まあそうですね。楽しく行きましょう。ね、まあいろんな魚ここ釣れるんで。あ、そうですね。はい、とりあえずじゃあ五目釣りでやっていきますか。うん、じゃあ頑張りましょう。はい。やっていきましょう。はい。やっていきましょう。ででん。今日の道具ですね。使う道具。はい。萩原さんに今持ってきていただいたこちらのテトラワークスセットですね。テトラワークスセット。アジング、メバリング、カサゴ釣り、五目釣り、まあそれぞれ対象魚に合わせて。ワーム、ハリ、全部セットになってますからね。ジムヘッドもワームも全部これ、この状態で売ってるんですね。この状態で売ってます。ルアーケースも入ってですめちゃめちゃいいじゃないですか。これしかもなおかつですよ、これ見ら見るとこれ刺し方とかね、うわ、めちゃめちゃいいじゃないですか。簡単な説明もこれ最高だわ。でも本当これ1個あったら、そう、とりあえず何かライトゲームやってみたいな、でもどれ揃えたらいいか分かんないな、分かんないな、そういう時ですね、にとりあえずこれからスタートしてもらえればいいです。だからもう対象魚ね、例えばアジ、まあ、夏場アジが釣れるじゃないですか、うん、はい、ね、さあアジング行きたいなやつはこれ買ってもらってほしい、うん、まあ、この時期春先からねメバルとかいい時期なんでメバル用でカサゴ釣りたいなとはカサゴで、とりあえずなんかいろいろ釣ってみたいなって言ったら五目です。すごい。そうすればちっちゃいメタルジグも入ってるし。あ、本当ですか。そう、めちゃめちゃいいっすね。これ何グラムですか。これがね3グラム。へー、3グラムのメタルジグとかあるの。初めての人だったら、まあ3グラムぐらいがこうライトゲームロッドでは使いやすいので、その辺をが全部入ってる感じ。ありがとうございます。なんで今日はこれ使っていきましょう。こちらも、はいはい、こちらもですか。そうなんです。これはですね、実はここに見覚えのあるバッグが。あ、出たー、釣りのさんです。はい、釣りのと郷土コラボ。そうなんです、テトラワークスさんのコラボですね。オリカラですね。オリカラです。オリカラ石黒でしか売ってません。お、めちゃめちゃいいですね。はい、いやらしいカラー作りましたね、今回ね。本当にいいカラーですよね。そう、これなんか釣れそうな色。釣れそうですね、これ全部エビエキスも入って、はい、特濃ですよ。特濃臭いんですか。じゃあエビのエキス、いや、そこまで臭いというよりは味が濃い。ああ、なるほど。なのでバレにくい。そう、買ったらもうとりあえず一口ね、こう舐めてもらう。大丈夫ですよ、本当。ああ、本当に本当に人間舐めても大丈夫。大丈夫、ちょっと舐めてみましょう。タックルの方はまた釣りのさんだ、はい、これはですね、釣りのと、まあ、ロジギアって言って、あのうちのですね石黒のオリジナルブランクですね。あ、それでも作っちゃった竿です。あ、はい、なんでオリジナルロットですね。へ、はい、こんな風にあのブランク石黒でも売ってるんで、はいはい、お客さんがブランクを買ってですね、はいはい、それであの自分の好みの竿に組み立てることができると。あ、そうなんですね。そういうのもやってますからね。で、クーリアシリーズじゃなくてルアーなんですね、またまた。はい、今回はルアーライトゲーム672のものですね。ありがとうございます、はい、これも会長が使っていくということになります。ありがとうございます。はい、タケノコ。タケノコだ。タケノコだ。タケノコが釣れてますよ。おお、すげえ。じゃあこのちっちゃいタケノコ。初めて見ました。いやあ、ランカーだよ。ランカーですね。これの半分の1ぐらいのやつもいいな。マジですか。可愛いですね。これワームなんですか。これグラッパー。グラッパー。グラブ。マイクログラッパー。おお。しかもグアーゴがポチじゃないですか。ナイス腹筋、ナイス腹筋。こうやったらすごい大きく見えますよ、こうやって。
超巨大ですよこれ。ほら、あーでかい。うわでかいでかいでかい。ナイスゲッツ。ナイスゲッツ。じゃあリリースで。めっちゃ綺麗。ちょんちょんでいいっすよ。ちょんちょん。もうリフト&フォール。あ、そうです。タケノコやばか。タケノコ春ですね。タケノコタケノコ狩りだ。タケノコ狩り春ですから。いいですね。いいですね。これはいいサイズだ。ちょっとフッキング遅れたでしょ。ちょっと飲まれちゃう。あーちょっと遅れましたね。恥ずかしい。恥ずかしい。ごめんなさい。でもそれは風高いんだ。風高いですか。バクッと大きい。ちょい投げ。ちょっと。あ、ちょい投げですか。ちょい投げでした。25センチぐらい。25センチぐらい。おー、すごい。ありがとうございます。これ行かしておきましょう。はい。手前滝殻とかいろいろ小石があって、そのさっきちょっと若干白じゃないですか。はいはいはい。若干砂なんですよ。あー、ゴロダの。そう。際が。石と小さい砂が混じってるから、多分そこについてんじゃないかな。なるほど。クリアよりもそういうあれの方がいいですかね。もしかしたらいいかもしれないですね。今日ローライトだし。あー、なるほど。使いますか。おお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 かわいいやつかわいいやつちゃう。タケノコばっかっすね。とりあえず小竹ゲット。ちいちゃいタケちゃん。こっち煽りどうなんすか。煽りいますよ。春煽り。春煽りもいますけどね。難しいですね。ボートはどうなんですか。ボートで春煽りどうなんですか。ボートに釣れると思いますよ。どうですか。ボートは毎年釣れとる。来た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 。ちょっと大きいっすよ。ドラッグがちょっとエグいっす。あ、やばい。あ、やばいやばいやばい。おお。おおやったぜ。タケノコ10センチぐらいです。リフト&ホールですね。リフト&ホール。ウーバーに変えた途端ですよ。デュオのウーバーですね。さすがデュオの。やっぱデュオのねワームいいっすわ。釣れますよね。釣れますね。本当にタケノコばっかっすね今日。タケノコ多い。春だからタケノコ狩りだ。タケノコ狩り。海のタケノコ狩りっすねこれで。タケノコ狩り。ありがとうございます。ありがとうございます。この岩の間にカサゴとか狙いつつ、もうこの先海藻がこの先白いじゃないですか。それ手前海藻なんですよ。タケノコ説明してる最中なんですけど、ちょっとごめんなさい。今あのごめんなさい、あのシートなるだけやめてもらっていいか。怖いんですよ。今説明受け取ってもらったら、せっかくポイントの説明一人でねこれ使うわけですよ。アドバイスしてください。先に萩原さん説明。説明してるときに釣れたなって。簡単にこれ見えるからここ明日ゴロターンになってます。ゴロターンね、でゴロターンになってるんでちょっと見にくいかもしれないです。この間とかにタケノコとかカサゴとかがいて、でそれを手前で狙いつつ、で沖はサーフもう見てる、もうビーチになってるんで、はい、そこの間にこう海藻がポツポツ生えてて、その間に潜んでるね、タケノコの大きいのターとネバルを狙ってます。結構日中でも釣れますか。釣れたじゃないですか。はい、釣れたじゃないですか、ほらね。割とこれは釣れましたけどね。メバルはどうなのかな。日中メバル出てきてくれたらいいけどねって感じ。そうですね。そうだ、結構タイトに狙わないと厳しいから、時期的にちょっと早い。なるほど。そうもうちょっ
ちょっと暖かくなった方が餌増えていいかもしれない。今日状況で見ると今のところだってイワシっぽいベイト一匹も見てないっていうね。ベイトがいないですね。そう、本当全然いないから、うん、でもね、ほら、ウがいるぐらいだからいいんじゃないですか。なんか何かはいるかもしれない。外の方がいるかもしれないですね、うん、そういった感じです。でもすげえ水が綺麗なんですよ、見てこれ。本当に愛知県か、ここ。すごい、ね、魚がいないですね、こんだけ住んでて、こんだけいないってことは。ここに出たらね、乗るの危ないんで、こうやって、こうやって、こうやって狙いましょう。なんか釣れそう。ほら、もうちょっと近いところに多いっすね。あ、狙いやすい、行け。一番下までしよう。ジグヘッドだと引っかかりそう、怖い。おらん。お、皆さん、いった。粘る、粘る、粘る、お、すげえ。ほら、そういうね、穴とかね、せこいことしないと釣れるんですよ、ちゃんと。私お金言ってることは違う。見てください、見てください。これ海藻ついてるってことは、やっぱこういう海藻の際についてたんですね。かわいい。かわいいやつ。ナイスペル。じゃあこれね、まだ頑張って1年半とか2年業ぐらいなんでね。もう5、6年経ったらついたと思います。もう一回ね。ありがとうございます。バイバイ。ちっちゃいの持って帰っちゃうと大きいの釣れなくなっちゃうんで。なるべく食べても美味しくないなぐらいのやつをね、やりましょう。資源保護です。おー、愛知にスーパーライトでいいと思うよ。うん、うん、おー、また釣ってる。発生出してきた、発生してきた。またメバルや。メバル、メバルです。メバル、ね、黒いな。おナイスキング、すごいですね。いますよ、いるんだな、やっぱり。ほらほらほら、上顎がっぽし、がっぽし。これワームなんですか。ワームチョップ、チョップ、チョップ。クリア系だ。 ちょっとね、ちっちゃくしたす、クリア系で。似てますよ、色は。いけますね。じゃあ、はい、クリア系です。いますよ、いますよ。 OK です。じゃあリリースを。さくらさん、何ですかこれ。お、お、まさか目張っちゃって。サイズアップ、サイズアップ。あ、かわいい。いますよ。そう、いますよ。皆さん、皆さんいますよ。いますね。います。はい、あのカメラ回ってませんでした。メバルちゃんです。すいません、上顎がっぽし。いいですね。やった。でもこれちっちゃいんで、リです。わかりました。今の感じだったらもう一匹釣れるでしょ。釣れる、釣れる。もう分かった、もう分かったわ。勝ちましたよ、これは。勝ちました。あー、来た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 。ちっこれめちゃめちゃちっちゃいぞ。あれこれ今日、はー、タケノコだ。いや違いますよ、カイト。あ、カソコだ、カソコだ。かわいい。今日初めて見たカサゴ。やったー。3種目目です、これで。ちっちゃ。よう、こんな当たり拾ったな。素晴らしいですね。あれ拾えるなら、メバルも拾えますね。拾えますよ。サオがいいのかな。サオがやね、釣りのさん。サオがやね。ありがとうございます。感度抜群です、ルアーナ。はい、ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。無事釣れまして。よかったですね。いやー、教えていただいたすぐに釣れましたね。よかった。ありがとうございます。いやー、時期的にはヒヤヒヤでしたけど、ね。ヒヤヒヤでしたけど。動画が上がる頃はいいかもしれないですね、でも。そうでしょう。そうでしょう。多分ね、水温、今一番結構冷たい時期なんで、まあ、ベイトいなかったんです。はい。で、これから暖かくなれば、ベイト入ってくる。それについて、フィッシュイーターたちもいろいろ買ってくる。おー、今からですね。今からですね。
動画上がる頃からもう皆さんもぜひ、はい、離島、熊ヶ島、また内藤ゲーム楽しみに見てください。はい、はい、で、今日これを連れて、ナイスナイス、タケノコちゃん、タケノコこれを持ち帰っていただいて、ありがとうございます。料理してください。美味しく食べます。タケノコ美味しいですからね、はい、そうですね、まあ、こちらがおー、出ました、新商品。はい、クーラーボックスがね、おー、ロスティークーラーボックスが出ました。ロスティークーラーボックス、ね、こちらに入れて持ち帰ってもらえる、はい、と思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。次はアジングショットか。そうですね、アジングいいですね。アジングおじさんの名を、今日はちょっとメバリングおじさんメバルビだってみんな釣ってくんないから、釣るしかないんじゃないですか。ごめんなさい、僕一匹釣れましたけどね。え、そうですね、山川さん釣ってないです。僕、ゼロでした。山川さんなんかね、せこいことやってますね。見逃さなかったですけどね。やってたんですね、せこいこと。せこいことちょっと、山川さん、やってました。すげえ、すげえ、ちょっと楽しい。はい、じゃあジングでまた、はい、ぜひ夏にお願いします。ということで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。バイバイ。はい、釣り場からね、帰ってきましたということで、こちらがタケノコメバルっていうね、お魚ですね。メバルがメバルですけども、これはタケノコメバル。メバルっていうよりもね、カサゴに近いですね、見た目は。まあ春の季節なんでね、まあ、タケノコ狩りとかけて、でメバルも春のお魚なんでね、山と海の両方の旬を兼ね揃えた名前のね、お魚がね、釣れてくれました。まあこれは僕が釣ってんのより二回りほど大きなね、山川さんが釣ってくれたお魚ですけども、早速ねこれを使って調理していきたいんですけど、ね、毎回ねお刺身とかお寿司とか生食ばっかなんで、今日はね皆さんにぜひ一度根魚系で食べてみてほしい料理一つご紹介します。南蛮揚げ、根魚を丸ごと一匹使った南蛮揚げを、ぜひね皆さんにも食べてみてほしいです。カサゴとかね釣れたらぜひやってみてほしい。まずはね、鱗は非常に細かいので、大きなあの鱗かきだと綺麗に取れないのでね、包丁でこうやってこそいであげた方が鱗はね取りやすいですね。こうやって濡らしてあげるとさらに綺麗によく取れます。もちろんお刺身でもね、タケノコメバル非常に美味しいです。でもこのサイズのタケノコちゃんから取れるお刺身って本当にちょびっとなんですよ。だったら揚げてしまおうと。結構ね頭でっかちなんで、根魚って取れる身ってこんだけなんですよ。お刺身にすると非常にもったいない気がします。これがね5月とか4月後半になってくると、もっともっとサイズがアップしてくるらしいんですけどね。メバルも本当にちっちゃいのばっかりでしたね。鱗がこんな感じで綺麗に取れましたら、まな板に戻ってきて、お魚さんをねよく拭いてあげます。釣りのさんのお魚さばきタオルですね。これ何回も使えるんだよね、これ本当に毎回使ってますけども、まずエラを取ります。バカッと開いてエラを包丁で掴んでグリンと回す。かなり結合が鮮度がいいからね、エラの結合がすごいいいですね。でエラが取れたら、胸びれの付け根から一直線に肛門まで入れてあげる。これでお腹をかき出す。よいしょ、内臓が綺麗だ。胃袋空っぽ、臭い、空っぽですね。でこのままちょっと血合いを傷つけてあげて、このままね洗っていきます。で濡れた包丁もね、これで拭きまして、まな板もこれで水で、釣りのさんタオルでね水気を取って、洗ったカサゴもねこうやって拭いてあげれば水気バッチリコンコンでございます。これ後でね普通に洗剤で洗えばいいんで。はい、そしてねお腹の中も綺麗に洗えましたら、まず下味ですね。下味このまんま塩コショウ、あーかけすぎた、まあ、ちょっと味濃いぐらいでいいからな。両面に塩コショウしたら、片栗粉をシャ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 っと塗りたくってあげる。片栗粉を塗りたくる。ちゃんとヒレの裏にもね粉を、片栗をまんべんなくまぶしてあげる。
で片栗まぶせたら小麦粉もねまぶします。両方まぶします。片栗と小麦粉、片栗だけだとダメなんでね、ちゃんと小麦粉もここで一緒にブレンディングしてあげる。で小麦粉も両面しっかりとまぶいてあげる。うん、これで粉付けは OK です。パン屋さんみたいになったね。粉付けが終わったらね、こちらの油の方にいきます。非常にいい。で揚げてる隣でね、南蛮揚げのタレを作ります。非常に簡単これ、めんつゆ、お酢、めんつゆとお酢を4:1、これで混ぜ合わせる。お好みで甘めが好きな方は砂糖入れてもいいんですけど、今回僕すし酢を使ったので、砂糖は入れません。で沸騰したらね、一旦止めて水溶き片栗粉、これちょっと多いかな、ほんのちょっととろみが出る程度。これでちょっと冷めたらね、とろみが出るんで、うん、これで南蛮揚げのタレが完成。もうね、この泡の勢いがね、なくなってきたらだいぶいいです。よく揚げでいきますからね。よし、OK。 で、この揚がったね、たけのこちゃんの上に先ほど作った南蛮のタレをとろーっとかけていく。たっぷりとかけていきます。はい、できました。春の味覚、たけのこメバルの南蛮揚げでございます。さあ食べきりましょう。いただきます。こちら、この荘厳ないでたち、うまそうな匂い、本当にうまそうな匂い。これはね、尻尾からいただきます。うん、うまい。翌揚げで、ね、やることによって骨までいけますからね。さすがにでもこの大きさだと真ん中の中骨は硬いですね。まあそういう場合はね、こうやってほぐしてあげて、身をほぐして食べれば、うん、ふわふわ身が。南蛮揚げ、これね、スズキとか白身魚だったら何でもいいんで、ぜひやってみてほしいですね。腹びれのところも美味しいですが、これ腹びれの、うん、揚げられちゃいましたって顔してますわ。で釜んとこのね、肉と骨がまたうまいの。ちょっと頭も食べてみますか。うん、いけるわ。ほっぺたのとこいける、うまい。ナゲット感覚、頭のこの上の方も いってみますか。あ、うまい。全然硬くない頭。はい、もう完食です。あとはごちそうさまでした。ということで今回はね、愛知県の離島日間賀島で、春のライトゲームをねしてきましたという回でございました。メバラはね、何匹か釣れたんですけど、ね、メバラのね、行列はね、まあまああったんですけど、ちょっとまだベイトがね、入ってきてなかったので、もうちょっと水温が上がってきたら、メバリングかなり楽しめると思います。めちゃめちゃメバルはいましたんで、もうちょっと水温が上がってきて、小さいシラスベイトとか入ってきたら、メバルがね、あの時間帯、夕方の時間帯かなり釣れると思いますので、ぜひぜひ行ってみてください。ということで今回は春のタケノコ狩り講座でした。ご視聴ありがとうございました。次回、乞うご期待、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。